道に看板がたくさん出てるぞ。名前はフォンテーヌファッションウィーク。服屋を覗いてみようぜ。何かいい新商品が手に入るかもしれないぞ。その本当にいいの？前金の残りを使って作ったんだって。何？まさか私が手を抜いたとでも？いやいや、千織さんを疑うつもりはないわ。というより結婚式で千織屋のウェディングドレスを着るのはずっと私の夢だったの。もう着られないんじゃないかと思ってたけど。ん？あれって千織じゃないか？今日は店にいるんだな。そっか、確かにそうかもな。接客が終わったら千織に聞いてみようぜ。私に二言はないわ。お客さんとの約束は必ず果たす。これが商売ってものよ。ドレスは日の当たらないところに置いて、不用意に畳んでシワを作らないように。あと取り出すのは結婚式当日まで待った方がいいけど、その感じだと我慢できなそうね。なるべく我慢するこれを着た私を見たら彼もきっとびっくりするだろうな。千織、店にいるなんて珍しいな。何よそれ、私が自分の店にいるのがそんなに珍しいわけ？今日は何を見に来たの？オーダーメイド？それとも子供服を買いに来たのかしら？おいら子供じゃないぞ。ああ、そのこと。君たちも耳にしたってことは、フォンテーヌファッション協会の宣伝効果は確かみたいね。ファッションウィーク中って何か面白くて賑やかなイベントがあったりするのか？面白いとは言えないけど、賑やかなのは間違いないわよ。何しろこのイベントはフォンテーヌで年に一度のファッションの祭典だからね。じゃあ千織もファッションウィーク中に作品を出すのか？もちろん。フォンテーヌ邸のファッションデザイナーはみんなこの機会に自分のブランドを宣伝するの。運が良ければその日のうちに大量注文を受けることもあるわ。そうそう、千織というブランドもフォンテーヌファッションウィークに作品を出したことで一躍有名になったのよ。あれ？でも千織はもう十分有名だろ。今回のファッションウィークに参加しなくたってみんなお前の服を気に入ってると思うけど。それとこれとは話が別なの。みんな服のデザイン以外にもブランドの理念や今後の方向性についても注目してるからね。もしみんなが今年はまともな新作がこのブランドから一つも出ないなんて思うようになったら、誰もお店に来なくなっちゃうでしょ。つまるところ、ファッションっていうのはある種流行の思想を代弁してるの。ブランドを選ぶということは往々にしてそこが掲げる理念を選んでることになるわ。ファッションって奥が深いんだな。とにかくファッションウィークでもうすぐ千織屋の新作が見られるってことだろ。そうね、デザインはもう決まってて今は生地が届くのを待ってるところなの。フォンテーヌじゃ買えない生地なのか？うん、やっぱり稲妻の織物の肌触りが恋しくなる時もあるからね。それを使うとなんだか心も落ち着くし。あ、わかったぞ。いわゆる故郷を思い出すってやつだな。まあそんなところかな。でも稲妻からフォンテーヌってなると遠いよな。一折荷物が途中で奪われないか心配にならないのか？その点については大丈夫よ。万が一の場合に備えてコマニアを使ってるからね。最も信頼できる配達員にお願いしてあるの。ごめんなさい、ちょ
い、申し訳ございません。もう息を整えてから話しなさいよ。ちおりが言ってた配達員ってキララのことだったのか。あれ旅人にパイモン、君たちもフォンテーヌに来てたの？久しぶりだね。なんだかまたヘマをやらかしてるところを見られちゃったね。それよりどうしたの？道中で何か大きな問題でもあった？ちょっとしたトラブルがあっただけだよ。盗賊？放盗団？いつもはパパッと片付けてるじゃない。違うの、実はちょっと道に迷っちゃって。尻尾が正直なところは相変わらずね。実はフォンテーヌに入ってすぐ数人組の集団に呼び止められたんだ。その人たちはいつも会う強盗とは違って、尻尾が2本あるとか、彼女だとか、コマニアだってつぶやいてて。じゃあキララを狙ってたってことじゃないか。むしろしおりお姉さんの荷物を狙ってたんじゃないかな。私の記事を？荷物を置いていけば見逃してやる、じゃないと高い箱に詰められて海に沈むことになるぞ。もちろん溺れ死ぬ方の海にな。で、その人たちに脅されたから。キララ、怪我とかなかったか？平気平気、私こう見えてもれっきとした妖怪だもん。その人たちは全員警察隊に引き渡したよ。ただ人数が多かったからちょっと時間がかかっちゃったけど。待って、強盗に荷物を狙われるのは珍しいことじゃないけど、どうして私の荷物を狙ってたって分かったの？フォンテーヌに届ける荷物は私のだけじゃなく他の依頼人のものもあったはずでしょ。ねえ、何かまだ私に言ってないことがあるんじゃない？それはふーん、そっか。じゃあ今回のサービス評価は星いくつにしよっかな。千織お姉さん、それはずるいって。わかったよ、言えばいいんでしょ。実はあの人たちがどうして私の前に現れたのか少し気になって時間を使って調べてみたんだ。そしたら強盗の中に口の軽い人がいてね、あっさり依頼人の名前を吐いてくれたので、強盗はその人にしおり屋の荷物を奪うよう指示されたんだって。その人の名前は？しおりお姉さん、もういいんじゃない？ほら、私も別に怪我をしてないし、もうすぐファッションウィークが始まるでしょ。あんまり大ごとにしない方がいいと思うんだけど。ありがとう、キララは優しいのね。でも相手が何をしたのかちゃんと分からせてあげないと。じゃなきゃまた襲ってくるかもしれないでしょ。ましてやそいつは私の友達に手を出したんだから。分かったよ。依頼人の名前はユーサーって言ってた。ユーサー？ねえキララ、なんだか聞き覚えのある名前だと思わない？だから千織お姉さんには教えたくなかったんだよ。あれ、二人とも知ってるやつなのか？前に千織お姉さんが愚痴ってたんだ。そのファッションデザイナーはいつも千織屋に対抗してくるって。ってことはファッション業界のライバルなのか？こんな汚い手を使うやつをライバルなんて呼ばないわよ。ユーサーは私のデザインが気に入らないみたいで、みんなの前でチオリアのデザイン理念と服の素材について批判してきたことがあるの。小賢しい真似なんかしないで正々堂々と勝負しろって前に警告してやったのに。
あれ、しおりお姉さんどこ行くの？誰かさんを分からせに行くのよ。キララはここに来るまでのドタバタで疲れたでしょ。うちの店で休んでいきなさい。ちょっとちおりお姉さん、行っちゃったな。どうしたらちおりのことが心配なのか。しおりお姉さんは思ったことをそのまま口にする性格だし、怒ると怖いから。ファッションウィークの前後にちおり屋のブランド名を傷つけるような記事が出ないか心配なの。旅人パイもしおりお姉さんについて行ってくれない？コマニアの配達員である私はそういったことに首を突っ込みにくいから。うん、しおりのことはちゃんと守ってやるぞ。しおりお姉さんよりもどっちかっていうとユーサーって人の方が心配なんだ。仕事中かしら、シュブルーズ隊長。隊長と呼ぶときは大抵ろくなことがない。お前たちもいたのか。シュブルーズ、また会ったな。ああ、問題はない。あの英英のおかげで獣士隊も多くの新人を募集できた。ただパトロールをしてるといつも誰かしらにサインをねだられて少しばかり困ってるが。ひひ、何せお前はあの英英の主人公だからな。それで何かあったのか。ちょっと来てくれる？その言葉を私に言うのはお前くらいだ。普段は私が言う側だからな。来るの？来ないの？何がしたいか把握しておく必要がある。私って間違えたことあった？お前がルール通りにやってくれたことがあったか。ある男が人を雇って私の友達から荷物を奪おうとしたの。だからそいつに目に物を見せてやるのよ。それで特巡隊隊長を呼んだと。通報してるんだか自首してるんだか判断しかねるのだが。特巡隊の隊長に監督してもらうためよ。過剰になりすぎないようにね。そうなる可能性があると？ならないよう努めるわよ。分かった。そいつはどこだ？私についてきてちょうだい。こういうことは今度から減らしてくれ。いいわよ。でもそれは先に手を出してきた相手に言ってちょうだい。ここよ。ちょっと待ってて、話をつけてくるから。お前たち仲がいいんだな。しおりが言ったようにやり取りをするうちに親しくなったんだ。まあ大抵は助け合いに関することだが。じゃあしおりっていつもトラブルに遭遇してるのか。ああ、同じように特巡隊もよくトラブルに見舞われる。しかもなかなか解決ができないものばかりにだ。一般人がこの制服や銃を見るとメロピデ要塞の門よりも固く口を閉じてしまう。誰も面倒ごとには巻き込まれたくないのだろう。だがそういった輩が服屋に行くとその口からは止めどなくゴシップが漏れ出てくる。フォンテーヌの滝から流れ落ちる水よりもだ。なるほど、自分はいろいろ知ってるぜって自慢したくなるんだな。そうだ、自分のやっていることを自慢したり他人の情報をひけらかしたり、そういった見栄を張るんだ。ファッションを前にすると人々の虚栄心はなおのこと抑えられなくなる。だから千織は店でいろいろな噂を聞くことができるんだ。
彼女の店に行く人物は大抵が情報やリソースを握る地位を持ったものだからな。お前が言ったお互いに助け合うって意味が分かった気がするぞ。ああ、私がここに来たのも千織の安全を守るためだ。千織に厄介事を吹っかけるのは金持ちや権力者が多い。ただごく稀に厄介事を吹っかけてきた相手を守らなければならない時もある。ところで今回千織の逆鱗に触れたのは誰だ？千織がああも怒る姿は滅多に見ないが。ああ、実は。何？ユーサーのやつが？お？どうしたんだ？やつはこれまでに何度も千織屋に迷惑行為を働いてきた。その手段も卑劣なもので周囲に悪影響を及ぼすものだったため、出立艇から警告がされたほどだ。終わったな。ん？何が終わったんだ？ユーサーのことだ。お前たち、私の言う通りにしろ。そっちに立って私と向かい合うようになってくれ。おお、でも一体何のためにだよ。今回はおそらくそのごく稀なケースだ。何のつもりだ、近寄るな。愚かの意味を知ってるかしら。それは何度も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 くだらないことを繰り返すことを言うのよ。とっくに言ったはずよ、私の前でああいった低能な手段は使わないでって。もしまた私の友達の猫の毛に一本でも触れたら、次にお尻が着地するのは地面とは限らないから。おい千織。警察隊員様、見てくれ、これは立派な暴力だ。警察なら放っておかないだろ。もちろんそういったことは取り締まる。だがすまない、ちょうどこの旅人と話していてな、何が起きたのか見ていなかったのだ。だから今から中に入り、現場検証と証拠の収集をさせてもらう。お前に何の罪もないのなら別に構わないだろう。それはならいい。俺もそんなに器の小さい人間ではないからな。千織さん、今度はフォンテーヌの街中でこのような暴力行為はやめるように。ええ、ごめんなさい。小さい頃からの習慣で、街中でゴミを見ると思わず掃除したくなっちゃうの。お前二人とも、まだ何か言いたいことは？私はもう大丈夫。同じようなことが二度と起こらないことを心の底から願ってるわ。これで終わりだと思うなよ。びっくりしたぜ。まさかあいつが吹っ飛んでくるなんてな。一体どうなってんだよ。どうもありがとう。褒めてるわけじゃない、過剰になりすぎないようにと言っていたはずだが。私はならないよう努めるって言ったの。そして確かにそうしたわ。最初はちゃんと口頭で注意したのよ。でも反省した様子が全くない上に、耳障りな脅しまでしてきてね。外に投げ捨てなければならないほどのか。そうよ、信じてくれないかもしれないけど、それにちゃんとお灸を据えてなかったらきっと次もあったでしょうね。警察隊に任せてくれてもよかったんだが。もちろんそうするつもりよ。
でも証拠を集めるのにも時間がかかるでしょ。ユーサーが盗賊たちに依頼したことなんていくらでもしらを切れるし、私はこれ以上ファッションウィーク中に面倒事を起こしたくないのよ。それにキララには今後も配達をしてもらわなきゃいけないし、彼女の安全も確保しないと。ああ、そういえばもう一つ手伝ってもらうことがあるかもしれないの。残念だが今日の手伝い分はもう使い切った。そう？じゃあちょうどいいわ。私が使うのは明日の分だから。最近使いすぎじゃないか。それに見合う情報と交換してあげるから。前に君も言ってたでしょ、助け合いだって。ただいま。やっと帰ってきた。その何もなかったよね。何もないわよ。この先フォンテーヌでキララの荷物に手を出す人はもういないってことだけ知っておけば大丈夫。ごめんなさい、しおりお姉さんに迷惑を。もう何言ってるのよ。キララは全く悪くないじゃない。悪いのはあのバカな真似をしてきたあいつなんだから。あと金に目がくらんだ盗賊たちね。次に町を出るときはフォンテーヌの特巡隊に護衛してもらいなさい。それで途中からスピネディ・ローシダに引き継いで後半の護衛を担当してもらうわよ。そうすれば次に配達するとき砲塔団のやつらでさえ大慌てでキララの荷物を運ぶのを手伝ってくれるでしょうね。あはは、チオリお姉さんったら冗談がうまいんだから。ん？冗談を言ったわけじゃないわよ。知ってるでしょ、私に二言はないって。私が言ったってことはもうその準備ができてるってことなの。稲妻に帰るのは明日よね。え、チオリお姉さんまさか。特巡隊の隊長にはもうよろしく伝えておいたわ。明日特巡隊が朝練のコースを変更してくれることになってるから、後でナビアにも声をかけておくから安心して。いやいや、そこまでしなくてもいいよ。配達員が銃を持った人やサングラスをかけた人たちに囲まれて歩いてたらいくらなんでもおかしいでしょ。フォンテーヌに来る旅ってわけじゃないし、今回だけよ。私を安心させると思って今回は受け入れてちょうだい。私の友達に手を出したらどんな結果になるか奴らに分からせるためにもね。うん、よく言ったわ。君たちまでそう言うなら分かったよ。悪い奴らを懲らしめて記事も手に入った。これでしおりも無事にファッションウィークに参加できるよな。うん、もう大きな問題はなさそうね。残りの数日で多めに何着か作ることにするわ。今回は参加するスポンサーも多いみたいだし。スポンサーってそんなに重要なのか？もちろんよ。デザイナーのために資金や設備、工房とかいろいろなものを手配してくれるんだから。ブランドを有名にしたければスポンサーの助けは欠かせないわ。今回のフォンテーヌファッションウィークが私にとって大事なのはそれが理由よ。しおりお姉さんのブランドはもう十分有名だと思うよ。服は綺麗で着心地もいいし、私も毎回お客さんについ自慢したくなっちゃうもん。でもしおりというブランド名を聞いたことない人はまだいるでしょ。それはそうだけど、でも私はいろんなところに行くことが多いから知る機会もあったわけで、他の国の人が聞いたことないのは無理ないよ。それはまだ十分有名じゃないってことよ。私の目標はチオリというブランドをテイワット全土に広めることなんだから。テイワット全土に？すごいな。
じゃあ私がどこの国に行ってもチオリアの服を直せるようになるってこと？これまでちょっと破けるたびにフォンテーヌに来てたけど、やっぱりそこそこ遠いから。どちらかというと君にはもっと気をつけてもらいたいんだけど。十分しっかりと縫ってあるのよ、それ。木の上でうたた寝してるとたまに油断して枝に引っ掛けちゃうんだよね。そういうことなら、オイラたちも手伝うぞ。ファッションウィーク中、何か手伝えることはないか？うん、もちろんあるにはあるけど。の、なんだなんだ？よかったら明日私の店に来てモデルをやってくれない？いや、もっと端的に言うと、私の服のマネキンになってほしいの。おお、つまりオイラに服を試着させるってことだな。そういうこと。君たちに着てもらったまま、ついでに縫い具合やシルエットを調整させて。難しくなさそうだな。ファッションウィークの服はどちらかというと理念を見せるためのものだから、普段着には向いてないのよ。でも気に入ってくれたならチオリアにぜひ着てちょうだい。君たちには特別に割引してあげるから。ヒヒ、ちょうどオイラも気になってたんだ。デザイナーって普段どうやって服を作ってるんだろうなって。じゃあそういうことで、旅人は清掃、パイモンは子供服のモデルね。また明日の朝に。任せとけって、おい、だからオイラは子供じゃないぞ。チオリ来たぞ。あら、早いわね、まだ営業前なのに。あれ、キララはもう帰ったのか？うん、朝早くに特巡隊の護衛付きで帰ったわよ。問題なさそうだったか？大丈夫よ、護衛隊の気合もすごかったんだから。特巡隊は重要人物でも護衛するんじゃないかって勢いでキララを囲って一歩一歩進んでいったわ。後半で交代するスピナディロースラの方もナビアがたくさんの人を呼んでくれたし、みんな遠いところから集まってキララのために道中の安全を確保してくれたの。つまずかないように石ころも取っ払ってくれたみたいよ。ナビアなんか別れ際にその場でマカロンをたくさん作ってあげたって聞いたわ。フォンテーヌのお土産としてね。どうやらナビアは護送を楽しんでたみたいだな。そうかもね。今回は時間がなくて豪華なものを用意できなかったけど、また機会があったら次も護送したいって言ってたわ。しおりとナビアって似てるところがあるよな。何事にも真正面から向き合って思い立ったらすぐ行動するとことか。多分それも私たちが仲のいい理由かもしれないわね。あのお嬢様は生まれつき気骨があって、どんな逆境にも屈しないの。私はその心意気が好きなのよ。これは私のブランド理念でもあるわ。だからナビアがチオリアで服をオーダーメイドしたいって言ってくれた時、嬉しくてたまらなかったの。おお、ブランドの顔としてぴったしなやつが見つかったってことだな。そういうこと。お客さんは服だけじゃなくてどんな人がそれを着てるかっていうところにも注目してるの。自分もそういう人になりたいって気持ちと似てるかな。服は見た目さえ良ければいいもんだと思ってたぜ。でもその服をテイワット全土に広めるとなると、そう簡単にはいかなくって。あ、つい話し込んじゃってたわね。そうだ、オイラたちモデルをしに来たんだったよな。じゃあ私は生地とサンプル品を持ってくるから、君たちは店内の準備を手伝ってくれる？準備って言っても何をすれば
ればいいんだ？既製品の服を種類とデザインによって見栄えよく並べるだけよ。そうすればお客さんが毎日違うものを目にできるでしょ。店を開くのにもいろいろと工夫が必要なんだな。じゃあここは君たちに任せたから。とにかく似たようなデザインの服を一緒に並べればいいんだよな。悪くないわね。君たちデザインの才能があるんじゃない？よし、そろそろ服を作り始めるわよ。そこに立って動かないでね。まずは採寸するから。しおりさん、お邪魔します。ん？リーアンヌじゃない。最近家の方はどう？ええ、悪くありません。君のドレスは来週完成するわ。パーティーに間に合わないってことはないから安心してちょうだい。それとも何か新しい要望でも？いえ、違うんです。実は今日そのドレスのオーダーをキャンセルしに来たんです。あ、キャンセル？あの、もちろん前金はそのまま受け取っていただいて大丈夫です。使った材料費も戻らないことは知っていますので。私が気にしてるのはそこじゃないわ。何かあったの？予定に変更があったとか？それは、その、まあ君を困らせるつもりはないから深くは聞かないわ。オーダーキャンセルね。わかったわ。はい、本当にごめんなさい。もう気にしないで。もし何か私に手伝えることがあったら遠慮せずに言って。今の人様子がおかしかったな。キャンセルの理由も言わなかったし。まあ気にしないで。こういうことってたまにあるから。家庭の事情で急に残金を払えなくなったとか、パートナーとの関係が悪化してパーティーに誘ってもらえなかったとか、だいたいこういった理由でね。彼女の様子からして悩みを話したくなさそうだったでしょ。だからそれ以上は聞かなかったの。かわいそうだけど、ファッションウィークの服作りに集中できるって考えるしかないな。そうね。さあ続きよ。しおりさんはいるか？ん？何の用？その、この服を返品したいんだが。え？どうして？いや、どうしてって言われてもな。合わなければいつでも返品していいって言ってたじゃないか。どこが合わないの？袖が短い？それとも色が濃かった？だったら私が直すけど。そういうのはいいから、とにかく返品してくれ。返品がダメとは言ってないけど、少なくとも理由が知りたいの。しおりさんはいるか？この服を返品してもらいたいんだが。またかよ。ちょっと何よ、テイワットが爆発でもするの？それともまたフォンテーヌが水に沈むとか。服を着なければ災難から逃れられるって予言があるんじゃないわよね。同じ日にこう何人も返品を頼んでくるなんておかしい。一体どういうことなの？お前らの売ってる服はどうなってるんだ。犯罪者と手を組んだ違法業者じゃないか。
お客さん、落ち着いてください。一体何のことだよ。お前ら知らないのか、チオリアが犯罪者たちとただならぬ関係にあるって新聞に載ってたぞ。そんなデマを載せてるのはどこの新聞社よ。それより説明してもらおうか。この記事どこの違法業者から仕入れたものなんだ。私は前にも言ってるわ、材料に何も問題はないわよ。そんな噂を信じるくらいなら、服を着なければ災難から逃れられるっていう予言を信じた方がマシだと思うけど。なんだと？エローフェ。はい、千織さん。外でお客さんたちの返品対応をしてきてくれる？理由は聞かなくていいから、売った値段でそのまま返金を受け付けてちょうだい。わかりました。対応が終わったら店の前に案内を出して。今日はお店を閉めるわよ。はい。しおり。明らかに根も葉もない嘘よ。気にしなくていいわ。何日か経てばこんなデマは自然となくなるから。フォンテーヌファッションウィークに集中できないよう私の体力を削るのが相手の目的だと思う。今の最善策はこういうくだらないことを気にせず服作りに専念することよ。確かにその通りかもしれないけど、おいらやっぱり心配だぞ。疑惑を晴らす一番の方法は実力を見せつけることよ。あの人たちがファッションウィークで私の新作を見ればおのずと疑わなくなるはずだわ。千織さん大変です。もう落ち着いて服を作らせてくれないわけ？今度はどうしたの？千織屋にアクセサリーを卸してる業者の方が来まして、ファッションウィーク期間中はアクセサリーの提供を一時停止するとのことです。どういうこと？アクセサリーを全部？前に予約した分も？はい、これを伝えに来た人はそう言っていました。じゃあそこに依頼したモデルは？おそらくそれも。業者までデマに流されてるのか？それを伝えに来た人はまだいる？いえ、もう帰りました。アクセサリーって服につけるブローチとか蝶ネクタイだよな。それだけじゃないわ。装飾用の宝石や金糸、リボン、どれも服に魂を吹き込むものよ。え？どうすんだよ。それがなかったらファッションウィークの服も作れないんじゃないか。ヘローフェ、君は店にいて、直接業者と話してくるから。そうだな、オイラが保証人になってその業者にお前の服は絶対に問題ないって説明してやるぞ。うん、お願い。なんだよな。もちろんよ、取引相手に手を出したりしないわ。相手が話の通じる人であればなおさらね。誰だ？ベンゲル、チオリよ。付き合いも長いんだし、せめてドアを開けてちゃんと話をさせてちょうだい。相変わらず直球だな。ビジネスマナーにも少しは気を配ってくれ。伝言係はそのためにいるんだからな。そんなマナー、私には何の利点もないわ。伝言なんか使わず、直接私に言えばいいのに、なんで避けるわけ？今日の新聞は見たか？どうせくだらない憶測や誹謗中傷でしょ？
一文字たりとも見たくないわ。君もあんまり見ない方がいいわよ。そうだな。私も普段はスチームバード新聞しか取っていないし、他のは全く読まない。じゃあ例のデマはスチームバード新聞に載ってたってこと？いや、ファッション記事がメインの二流のタブロイド紙に載っていたものさ。なら気にする必要ないじゃない。そんなデマしばらくしたらみんなすぐ飽きるわ。ファッションウィーク中アクセサリーの提供をやめるなんてやりすぎだと思うけど。はあ、それが今回はそうとも言い切れなくてな。どこぞの人物が新聞社を複数買収してあの記事を同時に掲載させたんだ。そしてそれをわざわざ各家庭に一部ずつ配った。私もそれで知ったんだよ。各家庭に一部ずつ？つまりずっと前から計画されてたものってことか？どうやら今回君の相手は大枚をはたいて潰しに来てるようだ。新聞には君の写真まで載っていた。写真って？昨日君が街で人を懲らしめていたところを撮った写真だ。昨日ってまさか。またユーサーのやつね。ほら、ここに1枚あるから読んでみるといい。巨大な黒幕のような存在であるチオリアは裏社会と深いつながりを持っている。犯罪者たちはチオリというブランドにある可能性を見出した。法で禁じられている競争手段も衣料品の陰に隠せば成し遂げられるというものだ。事情はよく知らんし憶測で口を挟むつもりもないが、あの写真の写り方じゃ確かに君に非があると思われるだろう。そうだぞ、悪いのはあいつの方なのに。ありがとうパイモン。でも今さら何を言っても仕方がないわ。そうだな、世論に法律なんて通用しない。君の相手はよほど工夫を凝らしたと見える。うちの親父がメロピで要塞送りになったことまで調べ上げたんだからな。そんな昔のことまで？過去の罪は服に染みついた泥みたいなもんだ。ファッション業界の人たちが見たらその泥はいつまで経っても落ちやしない。噂では君の店を訪れるのは犯罪者ばかりで、そこで服を買う人はブランドが掲げる理念と同じように意見の食い違うものを掃除するのが好きだとされてる。あまりにもバカバカしすぎてどこから笑ったらいいのかもわからないわ。これは笑い事じゃないぞ。君の店に犯罪者が来たことあるかどうかなんて人々は知る由もない。あるいは君の店で買い物してから犯罪に走った者だっているかもしれない。とにかくこの記事は真実とデマがごちゃ混ぜになっていて読者を惑わす。それに実名で証言してる人までいるんだ。数日で落ち着く気配はないな。ベンゲル、本当に考え直してくれないの？フォンテーヌファッションウィークの会場で正々堂々とそいつらを倒せるのに。私がもう少し若けりゃ力を貸してやったさ。でもこの年じゃ揉め事に身を投じる気力もない。それにこの商売には家族も関わってる。それも含めて考えねばな。何もこの先ずっとチオリアとの協力関係を断とうってわけじゃない。ファッションウィークの間だけだ。店番をする娘が写真機やフラッシュに囲まれることは避けたいからな。
わかったわ。君の仕事仲間として一言だけアドバイスさせてもらうよ、千織。今回のファッションウィークは諦めて、また来年参加するといい。少し我慢すれば波風は収まる。我慢するならお好きにどうぞ。私は自分の思う通りにやるから。こんな境遇に陥ったのも君のその性格のせいかもしれないぞ。そう考えたことはないのか？だったらこの性格のおかげで千織屋が成功したって考えたことは？確かにそうだな。なら幸運を祈るしかない。モデルの方は、私と同じで面倒ごとに巻き込まれたくないらしい。わかった。じゃあ気をつけてね。なあ、これからどうするんだ？アクセサリーがないと用意したデザイン案が使えないわ。ああ、もうムカムカしてきた。あの記事、デタラメにも程があるぞ。犯罪者たちと千織屋に何の関係があるって言うんだよ。こじつけもいいところじゃないか。世論は正否を問わず声のでかい方に傾くものだからね。ふん、とんだ失態だわ。ユーサーは私のことをよく知ってるし、昨日の一件も彼の計算のうちだったってわけね。とりあえず一旦戻るか。旅人、パイモン。あれ、シャルロットじゃんか。どうしたんだ？君たちに会いに来たのよ。今朝のファッション記事を扱ってる新聞は見た？あのデマだらけの記事のことだろ。はぁ、オイラたちもさっきそれを読んでむしゃくしゃしてたところだぞ。でしょ？あのデマには私も頭に来てるの。あの記事を書いた人はスチームバード新聞がこんな根も葉もない記事を載せるはずないって知ってたんだわ。それで他の新聞社を片っ端から買収したみたい。千織さんにこのまま汚名を着せるわけにはいかないわ。だから取材して執筆者に反論する記事を書こうと思ってるの。あんな風にデタラメを並べ立てる人が何より嫌いだからね。いいのか？助かるぜ。シャルロットが手を貸してくれたら世論を巻き返せるかもな。当然よ。千織さんとのこれまでの付き合いで絶対にあんな記事を書かれるような人じゃないって知ってるから。私の写真機、ベリテ君の帽子と蝶ネクタイも千織さんが作ってくれたのよ。あ、そういえば千織さんは君たちと一緒じゃなかったの？エローフェさんからは一緒に出ていたって聞いたけど。あれ、さっきまでいたんだけど、あっちの方に行ったのかもな。追いかけようぜ。俺が見たところ、チオリアは今回の件でもうダメだろうな。客に黙ってあんなことをやってたんだ。ま、当然の報いさ。私、チオリアで服を買ったことがあるのよね。え、本当に？実際どうなの？確かに店主は怖そうな人だったわね。犯罪者と裏でつながってたなんて、背筋がゾワゾワするわ。街の人が話してた内容を聞いたか？なんでみんなあんなデマを信じてるんだよ。千織さんは普段あんまりメディアに顔を出したり取材を受けたりしないの。だからみんなが彼女のことを知る機会も少ないのよね。それに千織さんのやり方はたまにちょっぴり極端だったりするから、事情を知らない人によく誤解されがちなの。ユーサーのやつ、とんだ悪人だな。今すぐぶん殴ってやりたいぞ。
だ、まさか千織のやつ、あいつをぶん殴りに行ったんじゃないよな。もしそうなら千織さんはますます不利な状況になるわ。千織さんもそのことは分かってると思うけど。確かにそうだな。とりあえず千織屋に戻ってみようぜ。エロンフェ、戻ったぞ。あれ、そいつって。こちらはラキシアさん、千織さんに会いに来たそうです。あ、確か昨日ウェディングドレスを受け取りに来てたよな。まさかお前も返品しに来たのか。そんな、とんでもない。千織さんにはお礼を言いに来たの。それと、もし力になれることがあったらと思って。君もあの記事を読んだのね。ええ、あなたたちは事情を知らないと思うけど、実は私、あのウェディングドレスを着られなくなりそうだったのよ。何かあったのか。ええ、私の婚約者は商人で、商売もまあまあうまくいっていてね。プロポーズされた後、彼が千織屋でウェディングドレスをオーダーメイドしてくれたの。多分、私がいつも何の気もなしに千織屋の服のこととか、いつか千織さんがデザインしたウェディングドレスを着てみたいって口にしてたからでしょうね。でも何か問題が起きたのね。その後、彼の商売にトラブルがあって資金難に陥ってしまったの。どうにかモラを工面してやっと借金は返せたけど、ドレスの残金は払えそうになくって。お、でも前金で作れたって昨日千織が言ってたよな。ええ、実は注文をキャンセルしに行った時、千織さんに理由を聞かれて事情を伝えたの。そしたら千織さんがこう言ってくれたのよ。ドレス代は前金で足りるから必ず仕上げる。結婚式では絶対に千織屋のドレスを着られるから心配しないでってね。ってことは無事に受け取れたのね。私もよく知ってるけど、千織さんは口にしたことを必ず守る人だし。ええ、それで昨日家に帰った後、どうしても我慢できなくてドレスを着てみたの。ただそこに急に彼が入ってきてね。そのドレスを見た彼は驚きのあまり言葉を失っていたわ。あらら、それもそうよね。結婚式当日のサプライズだったはずなのに。ううん、問題はそこじゃないのよ。彼は長年商売をしてきたから目が利く方でね。そのドレスを見た瞬間、実際に払った金額をはるかに上回る品だって気づいたの。お、つまり。そう、生地や装飾、デザイン、ジュエリーに至るまで、千織さんは最高級のものを使ってくれたみたい。ほう。ラティシアさん、もし差し支えなければ、今の話を君の名前と一緒に記事にしてもいいかしら。ええ、もし千織さんのお役に立てるなら、もちろん構わないけど。きっと役に立つはずよ。捏造されたデマなんかよりもずっと説得力があるもの。ところで、しおりはまだ帰ってきてないのか。え、てっきりあなたたちと一緒にいると思っていましたが。あれ、じゃあどこに行ったんだ。エロフェ、しおりが普段よく行く場所とか知らないか。そうですね。あ、そういえばしおりさんは気分が晴れないとき、よく海辺の崖のところに行っていますね。なら二手に分かれて行動しましょう。私はラティシアさんの取材を続けるから、旅人とパイモンは千織さんを探してきてくれる。おう、じゃあ早速そこに行こうぜ。あ、二人いたぞ。千織。お、なんで君たちがここを知ってるの。エローフェがバラしたのね。千織、
あんま落ち込むなよ。オイラたちも一緒に解決策を考えるからさ。さっきラティシアがお前の作ってくれたドレスのお礼を店に言いに来てたぜ。落ち込んでなんかないわよ。新鮮な空気を吸いたかっただけ。ついでに気分転換にもなるしね。君たちも座ればいい景色よ。仕方ないでしょ、いつもは私一人だけだし。じゃあ遠慮なく座るぜ。どう？確かにいい眺めだな。でしょ？静かで広々としていて、煩わしい記事も騒ぐ声も届かない。代わりにあるのはこんなにも素晴らしい景色。うんうん、わかるぞ。時には悩み事から一歩引いて息抜きするのも大事だもんな。はあ、私の家はね、親が二人とも厳しくなかったの。そんな家庭で小さい頃から育ったから、この性格も私たちが甘やかした結果だって両親がよく冗談で言ってたわ。他の子たちと一緒に木を登ったり、洞窟の中を探検したり、それから上里屋敷の塀をよじ登って庭に忍び込んだのがバレてつまみ出されたこともあったわ。へえ、ちょっと想像できないな。そんなやんちゃな私でも、裁縫となると無心で打ち込めてね。好奇心旺盛な子供が色とりどりの華やかな布地の中に別世界を見つけたような感覚、わかるかな？お、なんとなくわかる気がするぞ。そんな私を両親は稲妻の有名な裁縫師に弟子入りさせてくれたけど、師匠たちはみんな、しびれを切らして弟子生活は打ち切り、その繰り返しだった。え？お前、そんなやんちゃな子だったのかよ。そういう問題じゃなくて、奇想天外な考えを裁縫に取り入れようとした私の試みが、当時の伝統的な考えと相入れなかったみたい。それに鼻を高くしたお偉いさんたちにかしこまった態度を取りながら服を作ることにも抵抗があった。そんなこんなで弟子入りどころか店の使い走りとして雇ってくれる裁縫店すら見つからなくなったの。だから稲妻を離れたのか。離れる前に怒りをこらえながら師匠たちに豪語してきたわ。いつか必ず私が作り上げたブランド名をテイワット全土に轟かせるってね。かっこいい夢だな。それからフォンテーヌ邸に来て、ファッションや芸術の中心地って言われる街で暮らすようになった。最初の頃は本当に楽しかったわ。狭い部屋にしか住めなかったけど、自分の思い通りに服をデザインすることができた。当時の私にとってファッションってすごくシンプルなものだったの。綺麗なものは必ず人々に好かれる。ただそれだけ。呆れるほど単純でしょ？もう単純じゃなくなったけど、呆れるのは変わらないわね。ラティシアのこと？チオリアのウェディングドレスを着るのはずっと私の夢だった。初めて言われたわ。自分の夢を追い求めてるつもりだったけど、いつの間にか人の夢を叶えてあげることになるなんてね。思いもしなかった。よし、気晴らし完了。そろそろどうするか考えないとね。お、すっかり立ち直ったみたいだな。最初から落ち込んでなんかないって言ったでしょ。まずはユウさんのやつが誹謗中傷した証拠と
人を雇って犯罪を行った証拠を探さないとな。シャルロットが今反撃材料となる記事を書いてくれてるから、スチームバード新聞にまとめて載せようぜ。世論で戦うのはあまり好きじゃないけど、まあシャルロットが手を貸してくれるなら私も止めないわ。ユーサーの工房の住所を知ってるから、そこに行けば何かしら証拠が見つかるはずよ。うん、後で一緒に行ってみようぜ。今回のフォンテーヌファッションウィークは残念だけど、あまり気を落とすなよ。また機会はあるからな。え？何言ってるの？もちろん証拠も探すし、ファッションウィークにも参加するわよ。え？でも用意したデザイン案が使えないって言ってなかったか？それについては確かに今のところ解決策が思いつかないけど、ま、君たちには正直に言うわ。フォンテーヌの海を見るたびに稲妻を思い出すの。と同時に師匠たちに豪語したことを思い出すのよね。だからここで負けるなんてまっぴらごめんよ。おお、海。お、チオリ何か言ったか？海、貝殻、サンゴ。あった。お、何がだよ。行こう、海に飛び込むのよ。海の中で一番綺麗なものは何だと思う？ルエトワールとか真珠とかサンゴ、それから、あ、分かったぞ。それで服のアクセサリーを作るつもりなんだろう。分かったならいっぱい取ってちょうだいね。良さそうね。私も結構取ったし、これで足りると思うわ。よし、じゃ早速戻って服を作らないとだな。そうね。でも戻ったら先にやることがあるわ。アクセサリーの材料は揃ったから、次は手元にあるものをもとに新しいデザインをいくつか書き直すわよ。新しいデザインを？本当に間に合うのか？徹夜すれば間に合うはず。寝ないのはダメだぞ。あれ、同じようなことをどっかで言ったことあるような。誰のこと？残業好きな友達がいるんだ。とにかくちゃんと休まないとだぞ。ただの冗談よ。でもどうにかして間に合わせないとね。はあ、フォンテーヌファッションウィークに初めて参加した時のことを思い出すわ。
何かオイラたちにできることはあるか？そうね、あったわ。店にある服を全部ちぎってもらえる？任せろって。うえー、今なんて言った？通りよ、店にある服を全部バラすの。初めてファッションウィークに参加した時、手元の生地はわずかで買い足すモラもなかった。だから稲妻から持ってきた服を全部ちぎったの。それで大きな布を縫い合わせて服を作り、小さな布でアクセサリーを作ったのよ。店にある服ならそのまま使えるアクセサリーも結構あるはずよ。でもお前が苦労して作ったものを。分かってる。でもたとえ全てを投げ打ってでも、あいつらに立ち向かうわ。絶対に負けを認めたりしない。わかった。じゃあ本当にちぎるぞ。何ためらってるのよ。君たちに弁償させたりしないから。もし普段こんなことをするやつがいたら、下水道に投げ捨ててやるけどね。ストレス発散のつもりで思いっきりやっちゃって。ちぎってくれたわね。これで十分よ。ジオリ、大丈夫？遅くなってごめん。どうしたのこれ？なんでお店がこんなことに？誰の仕業？くっ、悪党め。新聞にデマを並べた上にお店まで荒らしたってわけ？相手の名前を教えて。着るものがなくなる感覚をスピナディロースらがみっちり教えてあげるから。うん、え？一体何の茶番劇よ。生地とアクセサリーを再利用するために旅人たちに服をちぎってもらったの。え、そうだったんだ。ちょっと興奮してたみたい。さっきのは聞かなかったことにして。ナビアも怒ったらすごく怖いんだな。身近な人が濡れ衣を着せられることに私ほど反感を覚える人なんていないでしょ。ましてや人にはめられたならなおさらよ。二人って仲がいいんだな。もちろん。チオリアの服は本当に素敵だし、スピナディロースらの礼服もほとんどチオリに作ってもらってるの。制服も頼んでくれたらいいのに。けどチオリってそういう決まった様式の服を作るのは好きじゃないでしょ。だから面倒をかけないようあえて頼んでないのよ。チオリの情報のおかげで助かったことが何度もあるの。スピナディロースらにとってここは服屋というより情報屋みたいな存在ね。普通の服屋にしたいとは思ってるんだけどね。チオリ、スピナディロースらに手伝ってほしいことがあったら何でも言ってちょうだい。できれば手先が器用な人を何人か送ってもらえたら助かるわ。残り2日間ラストスパートをかけなくちゃいけないから、簡単な針仕事を手伝ってもらいたいの。ええ、もう手配済みだから安心して。しおりがファッションウィークを諦めるわけないって知ってたしね。いつから始めればいい？私も手伝うから。うんうん、ナビアには他に頼みたいことがあるの。仰せのままに。それから旅人にパイモン、ミネとリネットに伝言を頼んでもいい？彼らの手も借りたいの。取材は終わったわよ。チオリさんは帰ってきたかしらって。何があったの？
誰の仕業？名前教えて。明日の新聞に大々的に載せるから。またなの？リネ、リネット、よかった、いてくれて。もうちょっとで出るところだった。新聞の件を聞いてしおりさんのところに行こうとしてたんだ。しおりさんは以前僕たちのステージ衣装を作ってくれたことがあるし、ショーに協賛してくれたこともある。だから彼女が困ってるなら僕たちも力になりたくってね。タイミングバッチリだな。オイラたちはチオリに頼まれてきたんだ。なるほど、そうだったんだね。僕たちにできることがあれば遠慮なく言ってほしい。おう、実は。それだけでいいのかい？お兄ちゃんと私にはお安いご用。ならオイラたちも安心だぜ。あとはユーサーが悪事を働いた証拠を見つければいいんだよな。この2日間はそっとしといて、服が出来上がってから来てほしいってチオリに言われたけど。ファッションショーは2日後だよね。本当に間に合うのかな？チオリが言うには、まずはファッションショーで勝負してからデマに反撃するって作戦らしいぞ。確か二段構えってことかい？正々堂々勝負した後、さらに相手の急所をつく感じ。まあ大体そんな感じだ。わかった、しおりさんがそう決めたのなら信じるよ。僕たちも戻って準備を進めておくから、当日会場で会おう。チオリに言われた通り、2日後にユーサーの工房で落ち合って犯罪の証拠を探そうぜ。服がうまく仕上がるといいな。あともう少し工程が残ってるけど、エローフェに任せてあるわ。夜のファッションショーには間に合うはずよ。時間ギリギリだな、ハラハラするぞ。あ、でもお前はファッションショーに行かなくて大丈夫なのか？安心して、ユーサーの件もファッションショーも負ける気はないから。それに今夜はファッションショーの関係でユーサーの工房も稼働してないから、証拠を探す唯一のチャンスなの。あいつが先に悪さをしたのは事実だけど、こうやって無断で入るのも犯罪なんじゃないのか？やつの工房は普段から見学を受け付けてるのよ。今日は稼働してないとは言ってるけど、見学不可だなんて言ってないでしょ。私たちはただの好奇心旺盛なお客さんってだけ。何か問題でも？さあ、あれがユーサーの工房よ。時間がないから急ぎましょう。え、なんであんなところに建てたんだ？販売戦略の違いね。チオリアは高級品のオーダーメイド、やつは薄利多売。あそこに建てたのも多分賃料が安いからでしょう。なるほどな。でも薄暗くて不気味だし、オイラだったら絶対にあんなところで服を買わないぞ。全くその通りね。ここから気を引き締めていくわよ。Thank you.
よし、無事に入れたな。本当に。いらっしゃいませ、お客様。うわぁ、びっくりした。なんだこれ。ユーサーの工房に見学に来た客を案内するロボットガイドよ。音声は自動再生なの。どうぞこちらへ。まずは当店の商品デザインの変遷についてご紹介いたします。それから当店のベストセラー商品をご覧いただきたいと思います。ユーサーのやつ結構頑張ってるみたいだな。商売に専念すればいいもの、なんで悪巧みなんかするんだよ。こちらはデザイン室となります。こちらは試着室となります。お客様はご自由に使用可能です。ん？試着室の中に何かあるみたいだぞ。うわ、ドアが閉まったぞ。しっかり捕まってパイモン。うわ、なんでいきなり動くんだよ。止まったみたい。オイラたち、一体どこに運ばれたんだ。工房のさらに深部に運ばれたみたいね。すごく汚いな。上にある服って本当にここで作られたのか。 あっちを見て。うえ、水がめちゃくちゃ汚れてる。ここまで異臭が漂ってくるぞ。ユーサーのやつ、よくもうちの材料に問題があるって言えたものね。汚い手口で経営してるのはあいつの方じゃんかよ。彼の作った服は手触りがおかしいなって思ってたけど、コストを抑えるために工房でこっそり小細工をしてたってわけね。こんな風に作られた服を着て本当に大丈夫なのか。色あせや服が縮む問題はさておき、不正規の材料を使った服を着続けると肌のトラブルを引き起こしかねないわ。ひどすぎるぞ。早くこの証拠を取ってこうぜ。これであいつも法廷で言い逃れできないだろう。引き続き先へ進もうぜ。
上へ向かいましょう。私たちが来ることを予測してたみたいね。そういえば千織、ユウさんはお前のことをよく知ってるって前に話してたよな。うん、実はユウさんは創業当時の経営パートナーなの。え？全然そういう風には見えなかったぞ。あんなに仲が悪いのに。フォンテーヌに来たばかりの頃、私も彼もデザイナーとしてファッションの舞台に憧れてた。その共通の目標に向かって一時期協力してたことがあるの。伝統にとらわれず、他人とは一線を画したデザインで人々の目を奪うような服を作りたい。それが私たちの夢だったけど、周りからの不評を耳にし、投資家たちに首を横に振られるたび、ユーサーは自信を失っていった。そしてファッションウィークの前夜、彼は理想の服を作ることは無理だと結論付け、私と決裂したの。私は一か八かの覚悟で全てをかけて臨んだわ。最後の日にやっと納得のいく服を仕上げて、不安を抱えながらファッションショーに赴いた。その結果、しおりは一躍有名になって、一方夢を諦めたユーサーは不正な手段で服を売り始めたってわけか。具体的な事情は私も知らないけど、しおり屋を開店して以来、彼が毎年のようにちょっかいをかけてきたのは事実よ。くーん、お前の成功にやきもちを焼いてるだけじゃんかよ。かわいそうだなんてこれっぽっちも思えないぞ。とりあえずはここから出る方法を考えましょう。ファッションショーに間に合わなくなったら奴の思うツボだわ。あそこに操作台がいくつかあるぞ。何か押せるボタンがないか見てみようぜ。何も反応がないな。次のやつ、これも反応がないぞ。警告、不法な侵入を検知しました。駆逐モードをオンにします。ような弱さね。ほら、あそこを見て。出口に通じてるかもしれない。あの装置を使って上へ行き。
動きが変じゃないか。警告、不法な侵入を検知しました。工房を閉鎖します。やっと入り口まで戻ってきたぞ。ほう、これは予想外だな。下の方位から抜け出すとは。ユウさん、もう逃げ道はないぞ。お前の工房で犯罪の証拠を手に入れたからな。その証拠を握ってるお前らがここから出られるって根拠はあるのか。また警備ロボ、本当に懲りないのね。そんなことにつぎ込むモラがあるならもっとまともなことに使ったらどう。俺にとっちゃこれがまともなことだ。チオリアを潰すこと、それとも君の薄汚い服を作ること。ファッションがただの滑稽な茶番劇に過ぎないと証明してやることだ。無知な奴らが集まって騒ぎ立ててるだけでしかないとな。君はファッションの時流にとらわれすぎよ、ユーサー。むやみに合わせるのではなく、自分が作りたいものを作ってその時流を変えてみせるべきだわ。この後に及んで説教はやめろ。いずれお前もファッションの時流に屈する時が来るぞ。結局のところ、ファッションとは世論の一種に過ぎないんだからな。ううん、ファッションとはある理念に対する人々の憧れを指すの。そしてチオリアの理念は絶対に屈しないということ。ふん。ファッション業界の長寿ことチオリアがどん底に陥った時、その理念がどれだけ馬鹿げたものか皆も気づくだろう。君のそのくだらない思い込みを証明するために私のブランドに手を出したの。昔の君はこんなんじゃなかった。人々の心を動かす作品を作りたいと意気込んでたユーサーは一体どこに行ったの。現実離れした夢を追うことがどれだけ馬鹿げたことか気づいただけだ。自分の夢を諦めた挙句、今やそれを蔑むなんて。全てを見透かしたかのように君は思い込んでるけど、自分が諦めた道が間違ったものだと証明したいだけでしょ。そうやってただ自分自身をごまかしてるだけ。正直今の君は本当に情けないと思う。情けないのはテイワット全土に自分のブランドを広めるなんて白痴も見てるお前の方だ。フォンテーヌにすらいられなくなるんじゃないか。君の言う通り、夢を追う人はみんなバカかもね。でもそんなバカになる勇気すらない弱虫どもの方がよっぽど情けないわ。なんだと。そうだぞ、ここはオイラたちに任せろ。ううん、君たちこそ先に行ってちょうだい。
え、でもあいつ銃を持ってるぞ。大丈夫、先に会場に行って計画通り進めてってみんなに伝えて。ここは私が直々にあいつを懲らしめてやらないと。しおり、絶対間に合わせろよ。行かせるものか。君と協力関係にあった過去に免じて、今までは多めに見てあげてたけど、ユーサ君の工房を見学させてもらって考えが変わったわ。この後に及んでなお口が減らないとは。過去に何を経験してどんな理由があったとしても、私の友人の言葉を借りれば、かわいそうだなんてこれっぽっちも思えないわ。チオリというブランドに込められた意味をしかと教えてあげる。チオリは一人の人間や一つのブランドってだけじゃなく、一つの理念なの。ファッションウィークへようこそ。チオリアがお届けする声援をご覧ください。華やかで目を奪う一線を隠した美しさ、そして何より大事なのは絶対に屈しない信念、それこそがチオリブランド。それでは雷鳴の最近誌チオリの登場です。チオリ、まさか。先頭、ライトをこちらに。 It's showtime。 時代が変わり世界が変わっても、チオリは変わらない。相手が誰だろうと、どんな壁に阻まれようと、チオリは屈しない。たとえ時代が相手でも、チオリはファッションの先端をかけ続ける。最後にお忘れなきよう。夢を追いかける道でいかなる困難にもくじけない人こそ、しおりのブランドにふさわしい。では夢を追うすべての友人へ、ファッションウィークをどうぞお楽しみください。これでどう？もうちょい左。こう？うん、完璧ね。よいしょっと。いいわね。しおりさん、写真を撮ってもいいかしら？もちろんよ。しおりお姉さんがお店のロゴを作ってたなんて全然知らなかったよ。ファッションウィークが始まる前から用意してたのよ。ファッションショーで結果を出せたら掲げようと思ってね。レイワットを席巻するならブランドロゴくらいないと。その点においてはスピナディロースらの方がリードしてたみたいね。言われてみればうちの魔術団もロゴを作った方がいいかな。ならそのロゴにはお兄ちゃんと私のトレードマークのファニーハットキャットとビックラキャットボックス、それからペールスも書かないと。じゃあペールスのことは腹ペコクールペンギンとでも呼ぼうか。じゃあ帽子の中に2匹の猫と1匹のペンギンが詰め込まれてる感じ？ああ、あったかそう。狭そう。
写真もバッチリ撮れたし、旅人が渡してくれた証拠と合わせて明日のスチームバード新聞に載せられると思うわ。ありがとうシャルロット。気にしないで、人々に真相を伝えるのは記者として当たり前のことだから。お礼に今度からメリテ君の衣装は全部無料で仕立ててあげるわ。キャハー、本当にいいの？もちろんよ。リネとリネットも遠慮しないで、今後公演で着たい衣装があればいつでも言ってちょうだい。ステージ衣装以外はダメ？オンに着るよ、千織さん。私は何もいらないからね。代わりにちょこちょこ顔を見せに来てちょうだい。私も何もいらないよ。これからも国際配達を頼むときは私を指名してくれればそれで十分。ああ、そういえばキララはいつ帰るの？そのスピナディロースラで人力車を手配しておいたから、キララを乗せてみんなで送ってあげる。それは恥ずかしすぎるにゃ。ひひ、オイラたちも何かお礼がもらえるのか？もちろん、後で。会場の秩序を乱し、スポットライトを無断で利用、また公共の場での武器使用および事前申請なしに危険な演目を実施。シュブルーズ、オイラたちの説明を。今述べた事項に該当するものを見かけたら、特巡隊隊長シュブルーズまで報告するように。罪状を並べるのは楽しい？びっくりしたじゃない。こっちのセリフだ。次また会場であんなことをするなら事前に知らせてくれ。もし事前に君に知らせてたら許してくれた？いや、だがせめて驚くことはなかった。それなりの見返りもあったでしょ。有害な商品を生産するサンドル川の腹黒工房の主をご丁寧に縄で縛り付けてあげたじゃない。行き届いたサービスだと思うけど。まあそういうことにしておこう。今日のところは譲っておく。まあまあ、ここにいる人はみんな友達なわけだし、これからみんなでご飯に行かない？スピナディロースラがおごるから。私はいい。まだ処理をしないといけない手続きがたくさんあるのでな。みんなで楽しんできてくれ。そうだ、しおり、ここに来る途中ヴェンゲルさんに会った。お前への伝言を預かってる。はいはい、どうせすまないとか謝ってたんでしょ。わざわざ伝えてくれなくても結構。日を改めて彼の店に行って笑ってやるつもりだから。当たりだ。彼のことをよく知ってるみたいだな。君にもお礼を言っておくわ、シュブルーズ。当たり前のことをしたまでだ。それと、もう一つだけ言わせてもらおう。さっきのパフォーマンスは素晴らしかった。当然でしょ。さ、打ち上げに参加する人は回る右して、私についてきてちょうだい。旅人、パイモン、景色のいいところでちょっと待っててくれる？ナビアには少し遅れるって言っとくから。君たちに渡したいものがあるの。景色のいいところ？あそこだな。わかったぞ。うん、すぐ行くから。お待たせ。そんなに待ってないぞ。でもなんでわざわざここで渡すんだ？はい、これ受け取って。これってブローチか？お、チオリアのロゴだな。ん？オイラの分もあるのか？まだ2つしか作ってないのよ。いろいろ考えたけど、やっぱり君たちに送ることにしたの。今回君たちにはかなり助けられたでしょ。それにずっと一緒にいてくれたしね。
本当にありがとう。君たちの信頼に応えるためにも絶対に負けちゃいけないって、そう自分に言い聞かせてたのよ。でも一番の功労者はやっぱり千織だぞ。ううん、違うの。これだけははっきり言える。夢に向かって長年走り続けてきて気づいたことがあるの。自分自身の信念や忍耐も重要だけど、一番大切なのは支え合える仲間だってことにね。一人でできることはたかが知れてる。もし今回君たちが助けてくれなかったら、私は本当に何もかも失ってたかもしれない。それはちょっと大げさじゃないか。それよりファッションショーでお前が言ってたことの方がオイラは気がかりだぞ。もしチオリアの服を買う人がいなくなったらどうすんだよ。確かに偉そうな言い方だったかもしれないけど、私の素直な気持ちでもあるの。世間に妥協したくないし、ましてや誰かの言いなりにもなりたくはない。これだけは自信を持って言えるわ。チオリアの服は最高の品だってね。いいものは必ず人々に認められる。ひひ、なら心配する必要はないな。じゃあそろそろ打ち上げに行こうぜ。ええ、そうね。でももう少しだけ今夜の景色を眺めていたいの。だってフォンテーヌに来てから最も美しい夜をこうして見ることができたんだから。